岐阜県の蟹市役所で披露されたのは、今日導入したマルモビです。蟹市のキャンピングカーメーカートイファクトリーが手掛けたこの車両の特徴は、活用シーンに応じて内装を組み替えられること。例えば座席をすべて外してベッドやテーブルを設置することで、災害時には救護室として使うことができます。このほか選挙では移動式の投票所としても活用できるなど、さまざまな場面での利用が期待されます。災害時でしっかりと活躍できるもの、お飾りでないものをしっかり我々は作っていきたいと思ってますので。